アルフレド・クラウディー・ノ・バプティスト・グリフィン・リードは、ドミニカ共和国、サント・ドミンゴ出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトリョ良ダ。1973年、アマチュアフリーエージェントで、クリーブーランド・インディアンスに入団。1976年9月4日の、ボストン・レッドソックス戦、ダイソーとして、MLB 初出場を果たした。1978年12月5日に、 ビクター・クルーズとのトレードでフィル・ランス・フォードと共にトロント・ブルージェイズに移籍した。1979年はアメリカンリーグのルーキー・オブ・ザ・イヤーをジョン・カスティーノと共に受賞した。1980年に記録したル塁打15はアメリカンリーグ1位。1984年はオールスターに選出された。1984年12月8日にビル・コーディルとのトレードで デーブ・コリンズと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。1985年にはゴールドグラブ賞を受賞した。1987年12月11日に3、球団が絡むトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。1988年5月21日のニューヨーク・メッツ戦、5回裏の第2打席にドワイト・グッテンの速球を右手に受けて骨折。 1> 約1ヶ月欠場した。その年ドジャースは地区優勝を果たし、グリフィンはなリーグチャンピオンシップシリーズ、ワールドシリーズの全試合で先発出場。チームはワールドシリーズでアスレチックスを破り、グリフィンは初めてワールドシリーズチャンピオンチームのメンバーとなった。1992年、ブルージェイズに移籍。1992年、 1993年と2年連続でワールドシリーズ制覇を果たす。1993年のワールドシリーズ第6戦、ジョン・オルルドの代走として登場し、その後三塁の守備についたのが現役最後の出場であった。対戦相手投手の完全試合にサンドスターティングメンバーとして出場するという大リーグ史上最初の不運な選手となった。1回目は、 ブルージェイズ時代の1981年5月15日のレンバーカーで2回目と3回目はいずれもドジャース時代で1988年9月16日のトム・ブラウニングと1991年7月28日のデニス・マルティネスちなみにこの記録はなかなか第2号が現れなかったがエヴァン・ロンゴリア、カルロス・ペーニャ、BJ ・アップトン ベンゾ・ブリストのタンパベイ・レイズの4選手が2009年7月23日に、マーク・バーリー、2010年5月9日に、ダラス・ブレイデン、2012年8月15日に、フェリックス・ヘルナンデスの3回完全試合の相手となり、加わることとなった。引退後は、1996年からの2年間、ブルージェイズで一塁ベースコーチを務めた後、2000年から2018年まで、 アナハイムエンゼルス及びロサンゼルスエンゼルスの一類ベースコーチを務める。母国ドミニカ共和国で行われるウィンターリーグのリーガでベースボールプロフェッショナルデラレップブリカドミニカーナでもコーチを務める。2009年開幕前の3月に開催された第2回 WBC のドミニカ共和国代表コーチを務めた。2013年開幕前の3月に開催された 第3回 WBC のドミニカ共和国代表コーチを務め2大会連続でコーチを務めた。同大会でドミニカ共和国は優勝を果たしている。2017年開幕前の3月に開催された第4回 WBC のドミニカ共和国代表コーチを務め3大会連続でコーチを務めた。ありがとうございます。